30歳から ATP ランカーになるプロテニスプレーヤー細川です。僕が教わったことの中から、試合に使える試合の作戦を立てたりとか、試合のこうフィードバックに、使える5つの基本戦術っていうのを、紹介していきます。はい、それでは早速いってみましょう。はい、じゃあ5つの基本戦術なんですけど、1番は、ミスをしないです、ミスをしない、要するにこう相手のコートに、ボールを入れ続けるっていうのが、1つの、戦術になります。大前提ですね、この後出てくる、2から5までの、戦術もこれなしでは、成立しないので、皆さんの中にはもうテニスはこう1球でも多く、ボールを入れ続けた方が勝ちだって、教わっている方、教わった方もたくさんいると思うんですけど、これが一番大事な、ポイントになります。それでは、2番になります。2番は、相手を動かすですね、相手を走らせる、相手を、コートでこうオープンコートを狙ったりとか、逆をついたりして、相手を動かすことで相手はこうオフバランス、要はこう動いた状態でボールを打たなくちゃいけないので、ミスの、可能性が高くなります。あまり動かないでこう止まって打てるよりは、相手が動かされて、うまくいけばこう崩れて、打ってくれるので相手がミスをする可能性が高まります。3番はいいポジションを取る、具体的に言うと、相手が打つであろう、ショットの範囲に対して適切なポジションを取る。2番目で、相手を動かしました。でそれがうまくいって相手が、バランスの悪い状態になっています。例えば手を伸ばしてこうもうスライスの構えになってたりとか、バランスを崩して、もうすごくこう必死な、体勢で打っている。そうすると打てる範囲が狭まりますね。相手が、バランスをよく打っている場合と、バランスを崩して、こう手を伸ばして打ってる、状態だと当然こう打てるコースが、限定されるので、その限定された状況の時に、飛んでくるであろうコースの、真ん中にいると、これがいいポジションを取るということになります。この体勢からこの角度ついたところはないなとか、この体勢からこうすごいいいストレートは飛んでこないなって、限定できる場合もちろんありますし、あとは先にこうネットに詰めちゃう、スニークインだったりとか、こうロブを打ちそうな体勢を取ってる、ロブをケットの面がスライスになってるっていうのを、例えば、スイングボレー狙ったりとか、スマッシュ狙ったりっていうのもいいポジションを取る、ということにつながるので、来そうな場所に対して自分が意識をしておくっていうのもここに含まれてるんじゃないかなと思うので、来そうな場所の中心にいるっていうの、ここに来るだろうってそこで待ってるんじゃなくて、なんとなく多分これが来るだろうな、でもこれとこれもあるかなみたいな、来そうなボールを、イメージしとくというか、3番目はいいポジションを取るになります。3番目と5番目、はセットで、紹介します。4番目が自分の武器を使う、つまり、自分の得意なショットを、使う、5番目が、相手の弱点を狙う、弱点を攻めるが、5つ目の戦術になります。セットで考えるといいかなと思うんですけど、自分の武器を使うっていうのと相手の弱点を狙うっていうのが、実際どっちを選択した方が、ポイントを取れるのか、ネットプレーが得意なので、ガン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 こう、ネットプレーを混ぜて相手に、
プレッシャーをかけていきたいんですけど、もし相手のこうパスがうまくて相手をこう動かしてネットに行きたい、相手に、浅いボールを打たせてそれを攻め込んでネットに行きたいんですけど、相手がこう対ネットプレイヤーに対してのショットがもうすごく上手で、それよりは、例えばですけど相手が、自分から攻めてくる方が苦手だと、自分からボレーをしたりとか自分から強く打って、ポイントを取るっていうのが、苦手だったら、僕は今その自分の武器を消されて、相手の弱点を発見してる状態なので、多分自分の武器で勝負しちゃうと分が悪いわけですね。自分の得意技と、相手の得意技がこう戦い合ったら、こう自分の武器の方がちょっと弱いと、相手の武器の方が強いけど、相手の弱点と自分の、武器とまではいかないけど作戦が、これが僕の作戦の方が強かったら、これは僕は自分の武器、ネットプレーありましたけど、ネットプレー自分の武器で戦うんじゃなくて、相手の弱点を、攻めて戦います。もちろん状況によっては僕は武器を使った方がいい時もあるし、状況によっては相手の弱点を狙った方がいいっていうのがあるので、いろんなことを組み合わせながら戦っていくべきだと思います。